滝沢秀明、戸べの挑戦、新時代アイドルの創造と秘密の力。ジャニーズを超える挑戦滝沢秀明の秘策、ディーパルスの秘密。知らないこの顔を隠しても。この衝撃的なタイトルが、瞬く間にインターネットを駆け巡った。それは、2024年5月17日、滝沢秀明氏が代表取締役を務める株式会社戸部が発表した。 新たな研修生グループ、d パルス s d p パルズのニュースだった。6人のメンバーは、全員帽子で顔を隠したまま。名前、年齢、経歴、一切の情報は公開されなかった。その不可解な発表は、瞬く間に話題となり、世間に大きな波紋を広げた。トベの公式サイトで発表された情報によると、d p パルスは今後、IMP。や北山博光。 三宅県と共に公演に参加する予定です。しかし、現時点ではメンバーの名前や年齢などの詳細は一切明かされていません。この顔を隠すという手法に対し多くの人々が疑問や違和感を感じています。あるファンはこう言います。知らない子たちの顔を隠しても仕方ない気がする。他の意見としては、シークレットって顔を出して、おうってなるから意味があるわけだから。 そうなる人が含まれてるのかな引き抜いてたりとか。確かに、顔も名前もわからない状態では、ファンになるのは難しいと感じるのは自然なことでしょう。滝沢氏が設立した、とべは、旧ジャニーズ事務所を辞めたタレントたちの受け入れ先となっており、そのため、ジャニーズに豪点、と揶揄されることもあります。これまでに結成されたウィンクファーストや d ィ u l s も、 夢見る若者たちを集めてグループを結成し、ファンがその成長過程を楽しむという狙いがあるのかもしれません。しかし、その手法は、旧ジャニーズと何も変わらないように映るという批判もあります。ある芸能記者はこう述べています。滝沢さんが設立したトベウは、三宅県、北山博光、ナンバーアンダーライン愛、平野紫陽、岩優太神宮寺優太など、 旧ジャニーズを辞めたタレントの受け入れ先になっているため、ジャニーズに豪天などと揶揄されることも多々ありました。確かに、旧ジャニーズとの比較は避けられませんが、その中で滝沢氏は新しいアプローチを試みているのです。なぜ顔出ししないのか一体どんなグループなのかネット上では様々な憶測が飛び交い、賛否両論が渦巻いた。中には、 顔も名前もわからないのにファンになる意味があるのかと疑問を呈する声も少なくなかった。しかし、この大胆な戦略の裏には滝沢秀明が描く従来のアイドル像を覆す新たなビジョンが存在した。かつてジャニーズ事務所の副社長として数々のアイドルグループを育成してきた滝沢秀明。彼が設立した戸部はジャニーズ事務所を対処したタレントの受け皿となり、 ジャニーズに豪点と揶揄されることも多かった。しかし彼が目指すのは単なる球体制の焼き直しではない。トべは従来のアイドル事務所とは異なる。全く新しい形のエンターテイメント空間を作り出そうとしている。ディーパルスの発表はその試みの象徴と言えるだろう。顔出しをせず情報を極限まで秘匿することで滝沢氏はファンに期待と。 好奇心という強烈な感情を植え付けた。それはまるで新製品の発売前に公開されるティザー広告のような巧みな戦略である。誰もがそのベールに隠されたメンバーの素顔、そして彼らの歌声やパフォーマンスに強い興味を抱かずにはいられない。このシークレットという手法は従来のアイドルグループのデビューとは異なる新しいアプローチと言えるだろう。従来、 アイドルグループはデビュー前からメディア露出やファンとの交流を通じて親近感や共感を生み出してきた。しかし D パルスの場合は情報が限定されることでファンは自分たちで想像力を働かせグループやメンバーへの期待感を膨らませる。それはまるで謎解きゲームのようにファンを積極的に参加へと誘い込む仕掛けだ。D パルスのメンバーは顔出しをしないことで外見ではなく 才能や努力によって評価される。それは、メンバー自身が自己表現やパフォーマンスに集中できる環境を作り、彼らが自分自身を乱し、成長していくための基盤となる。従来のアイドル業界では、ルックスや人気投票が重要な要素であった。しかし、滝沢氏は、顔ではなく、才能に焦点を当てることで、アイドルの価値観そのものを変えようとしている。d ィ u l s のメンバーは、 まだ世間に知られていない未知の才能だ。彼らの個性や魅力をファンは彼らのパフォーマンスや楽曲を通してじっくりと見極めることになる。これは従来のアイドル業界では考えられなかった新しいファンとのつながり方と言えるだろう。d ィ u l s の発表はメディアからも大きな注目を集めた。その中には顔出ししていないことへの疑問や批判の声も少なくなかった。 しかし、滝沢氏は、こうした反応すらも戦略的に利用している。話題作りや議論を巻き起こすことで、グループへの注目度を高め、存在感を示す。これは、まさに逆転の発想であり、現代のメディア環境に適応した、新しいプロモーション戦略と言えるだろう。メディアが D パルスの顔出しについて疑問を呈する一方で、滝沢氏は、自身の SNS を通じて、 明確なメッセージを発信した。才能と努力こそがアイドルの価値だと。彼は従来のアイドル像にとらわれず、新しい時代のアイドル像を模索している。ディーパルスは単なる新しいアイドルグループではない。それは滝沢秀明が描くエンターテインメントの未来、そして新しい時代のアイドル像を体現する象徴的な存在と言えるだろう。彼らが今後、 どのようなパフォーマンスを披露するのか、どのような才能を開花させるのか、今後の動向に注目したい。滝沢秀明氏のトベによる新グループ、d ィ u l s の発表は、多くの話題を提供し、その斬新な手法に対する賛否両論が巻き起こっています。顔を隠すという大胆な戦略は、果たして成功するのか、それとも批判を浴びるだけに終わるのか。今後の展開に期待しつつ、 私たちはその成長を見守りたいと思います。そしてこの記事を読んでいる皆さんに問いかけます。あなたならどのような手法で新しいグループをプロモーションしますか顔を隠すという戦略についてどう思いますかぜひコメント欄であなたの意見を聞かせてください。しかし同時に疑問も残る。顔出しをしないことでファンは一体。 どんな形で彼らの才能や魅力に触れることができるのだろうかそして、情報が限られている状況で、ファンはどのように彼らの成長や変化を感じ取っていくのだろうかディーパルスの挑戦は、従来のアイドル像を覆す、新たな可能性を秘めている。しかし、同時に、それは、ファンとアイドル、そして社会全体の価値観を揺さぶる、大きな試みでもある。 滝沢秀明の描く未来は一体どのような形になるのだろうかリーパルスの物語はまだ始まったばかり。彼らの未来は私たちの手によって、そして彼らの才能によって紡ぎ出されていく。